キックボクシング女子マフです。試合終わって3日ぐらいゆっくり休んだんで、今日からまた練習頑張っていきたいと思います。今日はちょっと久しぶりなので、シャドウとサンドバッグと打っていこうかなと思ってます。コメントでですね、バンテージの巻き方をリクエストしていただきましたので、今からバンテージ巻いていきたいと思います。バンテージの巻き方はいろいろ調べたんですけど、今巻いてる巻き方が一番しっくりきてます。まず私は中にクッションを入れます。これはボディメーカーのを使ってます。これクッションは衝撃吸収で、この拳のところが結構痛くなったりするので入れてるんですけど、もう結構肩ついてて波打っちゃってて、もうそろそろこれ替え時なのかな、わかんないんですけど、あと血もついてたりね、ちょっとにじんだりしてます。でこれ拳につけまして、私左手から必ず巻くようにしてます。理由は特にないんですけど。でまずここに一周巻きまして、手首に行きます。で手首を3周巻きます。でその後親指に行きます。親指でここでギュッと握ってから引っ張ると割といい感じに巻けます。親指をもう一周で、ここでギュッと握って引っ張る。でそっから人差し指にと中指の間通しまして、それを甲の手の甲の方に持ってきます。でギュッと握って引っ張る。で手首巻く。で次中指と薬指の間に入れて、そのままこっちの親指の方に持ってきて握る、引っ張る、手首巻く。小指と薬指の間に入れて、そのまま親指の方に持ってきて握る、引っ張る、で手首巻く。で最後は小指の外側に巻いて、そのまま手のひらの方に行って握る、引っ張る。私は結構打つ時に手首がグニってなったりとか、手首を痛めることとかがあったので、この巻き方をするとここがちょうどバッテンになってこうクロスしてるんですね。だからこれ以上こう曲がりにくくなってて、こうグッといくのがだいぶ防げます。でこれ余ったのを手首ギリギリ巻いて、その後ちょっとずらして下に一周巻いてから、もう一回ちょっと上に斜めにする感じで巻きます。でこれボディメーカーのバンテージ使ってるんですけど、本当はここにマジックテープがあって、ここピッて止めれるんですけど、このマジックテープがボサボサになっちゃうんで、私切っちゃったんです。なのでこのテープ、テーピングで止めます。はい、こんな感じです。結構ガチッと止まります。であとはここのところ入れ込むような感じで、しっかりこう手のひらに収まるように中に入れて完成です。ちなみにこれ使ってるのはボディメーカーのバンテージの非伸縮性で、伸びないやつ使ってます。伸びるやつも使ったことあるんですけど、伸ばしながらこう巻いていくと血が止まっちゃって、なんかすごいちょうどいい加減が分かんなかったんで、伸びないやつにしてます。伸びないやつだと思いっきり引っ張ってもそれ以上こう縮こまらないんで、血が止まったりとかそういうのはなくなりました。では反対も巻いていきます。ボディメーカーから出てるバンテージでこれがついてるんですよね。でこれ親指に通してこう巻きやすいですよみたいな感じやと思うんですけど、私これは使ってません。このまんまこう中に入れ込んでます。ここの中に
折り込んで入れてます。でこのクッションがあるとこの拳のところに巻く分が薄くてもいいので結構しっかり長くバンテージ使えますね。こんな感じでーす。ここがクロスになってて結構こう下に曲げにくいので手首を痛めにくくて私はもうずっとこの巻き方をしてます。で最後にテーピングを巻きます。この手のひらのとこから始めて一周拳をぐるっと巻きます。こんな感じですね。手首もこの手首ギリギリのところに一周してちょっと下ずらして二周巻きます。こんな感じで手首と拳とテーピングをします。こんな感じでーすではシャドウとサンドバッグ練習していきたいと思います。
私ワンツーのシャドウ一番好きですね。ということでサンドバッグもですね、もうストレス発散かのようにもう何も考えず無心で打ち込んでみました。今日ねやたらなんか汗が垂れてきて目に入るなと思ったらヘッドバンドつけるの忘れてましたね。またミットとかマススパーリングとかの体重練習とかも動画投稿していきたいと思います。ありがとうございました。